大谷敬遠だけは許さないドジャース打線。9回にアウト3塁で大谷敬遠。まあそうなるな。申告敬遠か知ってた。盗塁チャンス。この状況じゃ走れない。怒りこい。ベッツ舐めてる？ベッツ怒りのタイムリー、ドジャースが勝ち越し。きたー。ベッツはこういうとこで打つ。ベッツなんだよな。はい舐めすぎ。すげえよベッツ。頼りになりすぎやろベッツ。大谷敬遠絶対許さないマンデクサ。続くフリーマンのタイムリー、ヘルナンデスツーランで一挙5点。急に打ちすぎやろこいつら。ワロス。大谷敬遠を、タイムリー、タイムリー、ホームランで5失点、元エンゼルスのイグレシアスド派手にいったな。さらに変わった投手ブレビアからエドマンとマンシーが3者連続ホームラン。追い打ち。試合壊れちゃった。大谷敬遠だけは許さないドジャース打線。3連休最後に花火大会見せてくれて感謝。ビッグイニングになってくさ。大谷敬遠すると炎上するな。エンゼルス時代とは大違いだ。イグレシアス、思い出しました。なんでこのチームが途中まで投手戦やってたの？オーバーキルにも程がある。今日は大谷のおかげで勝ったようなもんだな。打線解答試合、明日の山本投球時も頼むぞ。